9レース1乗戦1着になりました、地元福島88期の山崎義弘選手です。よろしくお願いしま す、お願いします。地元の G1 ということでまず1着スタートになりましたけども、感想はいかがでしょうか。まあそうですね、新谷君が頑張ってくれて力也のおかげだと思います。作戦としてはどういった作戦だったんでしょうか。まあ前は取りたくなかったんですけど、まあ中段からっていう作戦だったんですけど、やっぱりちょっと牽制入っちゃったんで、まあ後ろよりは前だなっては話してました。はい、基本的には先行するっていう。そうですね、まあ、緩んだところで行くか、はい、叩いて先行かって感じで、まあ、流れに応じてって感じでした。はい、ジャン前では並走になってちょっと車間高橋選手と開けてたと思うんですけども、はい、もうあの辺では、まあ、引くか引かないかはちょっと、そうですね、進化どうするのかちょっと見てて、はい、結局は一旦突き切るっていう形で、あ、そうですね、はい、という形ですね。はい、まあ、最後、高橋選手がまくりになって、まあ、外伸びたという形ですけども、足の方の状態いかがでしょうか。まあそうですね、まあ深夜間頑張ってくれて、あとはもう気持ちで頑張っただけですね。はい、で二乗戦進出となりまして、地元 G1 ということで気合も入っていると思いますので、一言よろしくお願いいたします。まあ一戦一戦頑張ります。応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。